皆さんこんばんは、先生心です。はい、宮下です。はい、今回は兄がですね、以前百切りをしたことに、結構1810個の質問の中にもまたやってくださいというコメントがチラチラホラホラとあったので、またね、そうやろうと思っている。切れました、最近。以前のラウンドは105だった。このまま最近が105。取引先に呼ばれてゴルフ行ってきて、はい、105。じゃあその前、55、50。その前、94。その前、80いくつかな。80いくつ、うん、その前100いくつで、その前が83とかだった。っていうことは、切れる可能性の方が高いって感じですね、今の感じ聞いてると。カメラの前でラウンドすると100は切れないよってきつく言ってたのはそっちなんですよ。でもほら、一回やったからそろそろ掴んできたかなと思うので、その、まあ、ラウンド動画をしようと思うんですが、せっかく皆さんとねコミュニケーションを取れるのが YouTube のいいとこだなと思うんで、100切りするのに大事なこと、大事なもの、練習、その日のマネジメント、何でもいいんですけど、コメントにねいただけたらな。コメント募集ね。はい、思います。何が大事だと思います？で、先言うよ、はい、まずメンタル。メンタル、もうこれだけ、何も気にしない、もうそれだけで、何も考えない、何も気にしない、平常心でやるですね。うん、平常心すら気にしない。気にしない、うん、無心、はい、無心でやる、もうこれで終わり、うん、あとパター、パター以上。メンタルとパター。メンタルとパター。パターはでもそんな苦手じゃない。いつも40超えてます。そうだっけ。僕のこれまでのスコア今見てるんですけど、パターがこの前ね40、その前41で94、その前38で88、その前39で93、次35なのに106。じゃあパターが良くても100切れないってことなんですよね。パターがいいっていくつなんですか？36以内。あ、そうなんだ。2パット以内ってこと、うん、36パットだったら多分100を切れてる。一番スコアいい時は34だ、うん、メンタルとパター、うん、その他に、まあ、こういう事前に練習した方がいいと思いますよとか、まあ、マネジメント、こういう傾斜の時結構考えてて、次100切りするなら、うん、もうね、 OB がない、ハザードがない、これがいいね。コースもってこと？コース変えれば、それでじゃあその7000ヤードを打つのと出たコースで回るのどうですか？まあまあね、もうほぼホームコースみたいな、夏ずっとそこでやってたからね。どこですか、そこ？柿の木台。おお、泣いた、ずっと泣いた。じゃあ泣いた行きます。80泣いた行きます。嫌ですか？寒い。じゃあ、まあコースは決まりました。あ、コース決まったの？年内、柿の木台、泣いた。いや、一応ね、コースも実は調べてあるんです、はい、ハザードがなくて、OB がないコース、まあ、見つけてきたの。2つ開けてきたの。東アビコ。東アビコ、これがいい。あとどういうことなんだろう、忘れちゃった。なんかクリアビューって名前だったと思うな。クリアビューっていうゴルフ場があって、あと古賀ゴルフリンクスも良かった。あそこも川になってて、その河川敷だからないようですよ。リンクスって分かるじゃないですか、うん、あのこう何にも遮るものがない、林もない、木もない、もう2つ横のコースから打てるみたいな、うん、あれがいい。でも僕が悪くなるのは、めっちゃ言わなきゃいけない。あ、でもちょっと何個かあるんで、そこから選びましょう。うん、なんかないんですか、100切りの。私悩んでるじゃないですか、いろいろ、はい、ね、そういうなんか調子いい時の感じが今ない、うん、ないから100切れるんでしょ、今でアドバイスしようと思って。この前いくつ叩いたの、ミントアーまで？101。いや、切れなかった。途中からですか？いや、もう出だし。あ、そうなんだ。見てないの？だってで、自分の妹のなんかこうダメでした動画見て、なんか、うん、かわいそうだったね、心ちゃん、頑張るといいよ、次からやるといいよとか思うわけないしと思って。私から言えるアドバイスは、ああ、そう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 、まあ、あるとしたら、まずパター36以内、ゆっこの時とかによく言ってるじゃん。パター36目指そうって言ってますけど、それは数字であって、36になるコツが知りたいんですけど、パターマットいっぱい叩けとか、なんかそういうやつ練習しろとか、適当に打たないとか、素振りを大事にしてほしいですね。何のパターでの、その前のこの距離感っていうか、その
強くなって弱くなってとか、うん、なんか大きく小さくとかじゃなくて、うん、もう同じストロークで、でキャディーさんとか一緒に回ってる人に受けたアドバイス、うん、もう今の強いと思うよ、もうちょっと優しくていいんじゃないっていうのを信じてやる、同じストロークで、で絶対顔上げない、顔上げないね、顔を動かさない、顔を動かさない、最後までストロークのスピードを一定にする、それはこう上げるときも、そう、同じスピード、同じスピード、うん、じゃ戻すときも同じスピードってこと、そうだ、振り子だ、振り子ってさ、まあ加速していくけど、そのそこに逆らわないことだよね、なんかもう、うん、シュッ、フッ、シュッみたいな感じで撮ってた、でもそこでさ、こんだけ打つのにさ、うん、そんなシュッみたいなことやってたら、やってた、大変じゃない、そういうもんだと思います、そういうもんでしょ、よく考えてよ、大変かどうかじゃないよ、ね、こんだけ打つのにフッシュなんて言ってたらさ、そうはやんない、その時はあのね、すごいやり方、超短い時はずっとね息を吸ってんの、ほら同じスピードじゃん、そうそうそう、だからずっと息吸ってんの、同じスピードだ、それができなくなるんですよ、うん、40パットってことは多分なんかそういうなんかフッスみたいなこともやってるんだと思うんですよ、頭を上げない、これ思ったんですけど、36を狙う、多分狙えるもんじゃないと思うんですよ、だから頭を上げないストローク一定にするね、これがコツですよね、うんうん、そんなこんなでこう長くなっちゃうから、で この動画を上げるようになった裏事情を話すと、三枝さん、純ちゃん、りさちゃんの年末進行で年末に撮る動画がないというところで、他にいないからじゃあ出るかという裏事情もあります、お察しください、男は出るなというわけではなくて、皆さん、うん、こいつら急ぐ、あの動画上げる体制できてないんだなと、優しい気持ちで、こいつ穴埋め要因だなという気持ち以上、兄は100を切るために何が必要か、コメント欄お待ちしてます、お待ちしてます、視聴者登録と高評価、間違えたチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします、バイバーイ、最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。